はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はですね、三浦半島に来てます。所属するね、ツーリングクラブの、久しぶりのツーリングです。やっぱりね、ちょっとね、いいですね。景色が違いますね、千葉とは。この間ね、三浦半島でも、葉山の方とか行ってきたんですが、あっちは割となんていうのかな、古い町並みが多いんですけど、この東側の方はなんか独特ですよね。横須賀とか、あ、ここ前タコ飯食ったとこだな。海沿いをね、走っていても景色がね、やっぱり千葉とは違いますよね。一部ね、あの漁港のとこなんかは、まあ、千葉と同じような景色なんですけど、なんていうのかな、やっぱりね、あのリゾートですよ、こっちは。で、葉山みたいにあの古い町並みっていうわけではないんですけど、割となんか新しめの建物が多くて、で、結構ね、散歩してる人とかジョギングしてる人とかいてて、やっぱちょっと景色が違いますね。なんか走ってて楽しいです。道自体はね、あんまり面白い道ではないんですけれども、なんか景色がやっぱり変わってるっていうのはやっぱりいいですね。いつも見慣れてる景色とは全然違う景色ですから。ここはもう観音崎よりも先なんですよ。あの南の方なんですが、それでもね、ものすごく信号が多いし、ずっとあの街並みが途切れることがないですね。千葉だとね、もう結構南の方に行くと、もう本当に街がすぐ途切れたりしてするんですけど、全然途切れないですね。で、信号も頻繁でありますね。あとバスが多いな。結構ずっと走ってきてて、バスに頭を押さえられて低速走行しなきゃなんないっていうの結構多いですね。それは確かに神奈川に住んでる人は三浦半島はあんまり行きたがらないっていうのよくわかりますよ。僕ら初めて来るから、もう見るものが珍しくてこう楽しいんですけれども、確かに見慣れてたら、これただ車を抜かせるポイントもないですし、ただ車の後ろついてるだけですからね、面白くないでしょ。やっぱりツーリングの楽しさは、やっぱりなんていうのかな、見たことない景色っていうのがやっぱり大きいですね。こうリゾート、海沿いのリゾートっぽい雰囲気っていうと立山がそうなんですけど、立山はね、なんていうのかな、割と人工的な匂いがするというか、立山の駅周辺の海沿いのところは景観条例ではないのかな、なんかその辺の自治体の、まあ、約束というか、そういうのがあって、南フランスだったっけ、あっちの方の、建物に近い建物なんですよ。オレンジの屋根瓦で、白い壁でっていうのに統一されてるんですよね。だからなんかちょっとこう、リゾートって言っても、まあ人工的な感じなんですけど、こっちはね、まあ新しい建物はそんなことないんですけど、
古い建物が割となんか味のある、モダンな感じの味のある建物ですよね。で、商店が看板建築であったりして、こう看板一つ一つでも手が凝ってたりするんですよね。だから商店が看板建築だったりして、ちょっとね、やっぱり見た目がモダンなんですよ。その辺がやっぱりちょっと違う感じかな。まあ、ほぼ海岸沿いをずっと走ってきてるんですけど、あんまりね、海岸沿いっていう雰囲気じゃないですもんね。やっぱりなんか商店とか普通の住宅が多くて、なんかやっぱ違いますね。普通の民家もおしゃれですよ。あとね、土地が高いんでしょうね。敷地が狭い。千葉でね、南の方に行くと、こんな3階建てとか、ほとんど庭もないような土地に建ってるっていうことはないですからね。すごいゆったり建ってますからね。それ全然違いますね。やっぱり混んでる、やっぱ高いんでしょうね、土地が。こっちを見るとね、漁港の感じなんかはあんまり変わらないんですけどね。福井浜駅、鉄道も近く通ってるんだよな。その割にはバス多いんだよな。不思議だな。やっぱ看板がおしゃれだ。あんだけ正面に見えるみたいに、あんだけ高層なマンションないですからね。こういうラーメン屋さんですら、なんかアメリカンっぽい家に建ってたりするし、面白いなぁ。今やっと渋滞を抜けてきたんですけど、こうなんていうのかな、海のすぐそばなんだけど、アップダウンが激しいっていうところはやっぱり千葉とよく似てますよね。基本的にやっぱり地形は似てるんですよ。だけどその雰囲気が全然違う。こうやってランニングしてる人とかね、こうカヤックが普通に置いてありますね。なんかね、やっぱりちょっと千葉の方だと田舎っていうこともあるんですけど、もう一つはやっぱり寂れたような感じがどうしてもついて回るんですけど、こっちはね、そういう感じがないんですよ。活気があるっていうか、やっぱり街自体がね、若い人も多いですよね。そういうところがやっぱり全然違いますね。
土地の持つイメージっていうのがありますからね、なんか響きっていうか、その土地の地名に、地名から来る響き、連想されるイメージ、そういうところでやっぱりあの三浦半島、特に岬とかって言われてもそんなにね、やっぱ田舎臭い感じしないんでしょうね。もうここまで来たらね、もうかなりあの鉄道も入っ通ってないはずですし、利便性はその千葉とはそんな変わんない、逆に道路事情が良くない分だけこっちの方が悪いような気もするんですけどね。この辺の上に登ってくるとちょっとこの田舎の感じが出てきましたけど、この辺なのかな、三浦大根とかの産地は。なんとなくあの銚子の方の雰囲気に似てますね、田舎っぽい感じ。あ、いいな。それでもやっぱりなんかあの建物がこう 見渡せて、地平が見渡せて、なおかつ建物も結構ありますね。そういう部分でも違うな。あ、いいな、いいな。この辺は楽しい感じですね。三浦五木漁港もほとんど最南端に近づいてきましたね。ああいうとんがり屋根の建物とかね、見ないですよね。これ何なんだろうな、ホテルか。この元ブログなんかだとね、基本的にあの喋るのが途切れるのは良くないらしいんですけどね、ついついこう慣れてないところっていうこともあって景色を見てしまいますね。途中のね渋滞するところがなかったらこれ絶対楽しいよな。まあ、あの渋滞してるところですらあの看板とかが独特でね、あの初めて来る分にはあのキョロキョロして楽しいんですけども、やっぱりツーリングって知らない土地をこう走るのがやっぱりいいですね。まあ、もちろんね、あの行きつけのルートというかそういうところ走ってるのもまあいいんですけれども、うーわ、風車のすぐ下まで行けるようになってるんだ。立ち入り禁止になってないや。あ、すごいな。みたいな船もあるな。はい、三崎港で、マグロ三昧丼をいただきました。
なかなかの珍味でしたね。なかなかマグロの心臓とかね、食べる機会がないので、ちょっと面白い食べ物でしたけど、ちゃんとね、ネギトロなんかは切り身になってて美味しかったですね。さて、これからですね、一旦城ヶ島に渡ろうかなと思います。もう三浦半島の最南端でもこれだけね、車が来て人がいてっていうのはやっぱり違いますね。すごいな。これが城ヶ島大橋ですか。あ、もともと料金所があったところの辺です。これが、すごいな。おお、風がすごい。すごいな。風で持っていかれるよ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。